みんなで空気読み、それーということで、皆さんどうもこんにちは、ミントス先生。今回はみんなで空気読み、それーを言っていくんですが、みんなっていうか俺しかいません、それー、それじゃねえわ、ワンダもそうなると。というわけでね、二人でねサクッとあるんですから、はい、今回は空気読みやっていこうと思います。というわけでよろしくお願いします。さあ、ここは自由に空気を読んでよい空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界、心ゆくまでご堪能ください。めちゃくちゃ長いんですか、これ、もしかして。さあ、では参りましょう。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め、そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動を取ると。中断したいときはオプションボタンを押せ。わかりました。つまりルールは空気を読むことをたった一つということですね。 OK です。第1問、どこに捕まろうかな。うん、こっち行けないのか。うん、じゃあここから、はい、はいはいはい。まあ、懸垂してね、みんなを笑わせてあげようっていう空気ですね、これね。あ、どうけた、どうした。おう、おう、お前よくぞ来た。勇者なんですかね、これ。世界は魔王の手により、三端たる有様、この世界を救ってはくれるか。まあいいけどね。はい、じゃあいいですよ。ただお金かかりますよ、魔王を救うんだったらね。やっぱり大さんも、いや、これは簡単でしたね、とっても。あ、マヨネーズですね。はい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 、はい。まあ、少ない方から使えってことですね、これ多分ね。はい、まあ、そういうことでしょうね。まあ、少ない方から使ってあげた方が使いやすいってことですね。はいはい、スタンプして通り過ぎていくと。そういうことですか。そういうことですね。はい、多分落としてもよかったですね。ちょっと悩ましいところです、今ね。ちょっと、どうしようかなと思ったんだけど、いいか。KY マートだー、空気が読めないマート。はい、これ完全にこっちですね。まあ、ここでしょうね。どう考えても。途中経過。いや、完璧じゃない？今のところ。なんとはなしに読めてるっぽい。あ、なんとは、完璧じゃないわけ？え、これ完璧じゃないの？いけなーい！遅刻遅刻ー！おー！だだ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 。商品の寿司食べ放題はどちらの手に。あ、泣いちゃってる、泣いちゃってる。じゃこっち、泣くなよ、取れねえよ、泣かれたら。何これ。あーね、あ、内閣のお写真。多分うん、皆さん笑顔でね。はい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 、あ、ここかな。あ、これどうでしょうか。どうですか、女性の方にちょっと近づきすぎたけどセクハラとか言われませんかね。大丈夫ですかね、これは。おーね、ここで足をしっかりとかがめて、そしてまたここで伸ばすと、これが空気を読めてるということ。第10問、持久走大会。なんだこれ、持久走大会。2人で一緒にゴールしようね。え、だねーなじ。うん、おーぐ、なに、これ、どうぜ、一緒に行ける。はいはい、一緒にね。オッケー。でも絶対当初はちょっと早かったよね、これ。途中経過、今回の子はそこはかとなく普通ってことでいいですか、これ。つまり、え、読めてない部分もしかしてある、やはりこれ、やはりあるのではないですか。私今結構ガッツ読んでるつもりだったんですけど、もしかして読めてない部分ある、もしかしてぶつかったらよかった、ぶつかり稽古したらよかった、これ。
今日もラブレターを渡せなかったな。風に乗ってあの人に届いてくれればいいのに。てん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 。はい、後頭部に直撃ダイナマイトアタック。ほら、あなたの脳みそにサンダーボルトならね、サンダー飛行機よ。おっと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 、ここは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 、はいよ、ジャンプして受ける。あ、これでしょうね。多分これは映画のワンシーンであることが間違いないので、今回はジャンプで受けていこうと思います。あ、どうした、面白い動画見つけたの、わ、楽しみ。何見つけちゃったの、ここで騎士アート。広告スキップまでですか。じゃれ合っていうだけの可能性もありますもんね。ちょっと待ちますかね。ちょっとなんかこう金って書いてあるからってね、ちょっとなんかこうやらしい感じで見えてるっていう心がちょっといやらしいと思うんで、もう一回最後でしょう。お、次は小前だー、小前だー。あ、あれ、あの押せなかったんですけど。第15問、空気。ああ、空気ね、はいはい、空気。あ、オッケーオッケーオッケー。何これ、出しすぎってこと。いや、これ待って、これちょっとやばかったんじゃ今。ちょっと待って、なんとはなしに読めてるっぽい。や、なんかなんとはなしにしか読めてるだけ、これもしかして。第16問、今日は草野球の試合だ。どこ行くんだ、うん、なんでした。あ、なるほど、あ、なるほどね。あ、袋コーデね。オッケー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 。何これ、何これ、はい。ね、あ、そういう系、あ、そういう系。はい、じゃあこれ。ズボンどれ、どれが正解。あ、これ、あ、これ、あ、ここ。はい、行きました。どうなの、これは。どうなの、これどうなの、これを正解だったんですか。お前、おお。あ、ああ、これは。どうぞ。そうですね。さすがにちょっとそこに座ることは私でもできないですね。第18問。行列必至、お前のパンケーキ。何、お前のパンケーキって。見てください、開店前からすごい行列。いや、はみ出ちゃってるので、ね、はい、現場からは以上です。何、ここの空気的にはどうなんでしょうね。イエーイ、みんな見てる、俺映ってるよってやつね、これ。くだんね、窓ガス。こうなると、配信回収者です、ご確定で。これくらいのそよ風をね、ちょっと感じたいんで、すいません。ちょっとだけいいですか？あ、風すごい感じる。エアコン、うん、電化製品、うんうん。暑いのにやっぱ勝てないから、人って。開けちゃうよ。なんだ？私は匂うと今何か聞きたいそうな気がしてます。はいはいはい。お、どうですか、ニュートンさん。重力のやつ。いや、行きました。なんとはなしに読めてる。おい、本当に読めてんの？もう自分が読めてること今、すごく疑問だったんだけど、大丈夫よ、本当に。読めてました、これ本当に。第21問、そういった。え？なんだこれ。ダン。タンタンシュールすぎるだろ。あ、今回なんだ。あー、どうぞ。はい、あー、ちょっとね、押しちゃう感じね。はい、いや、もう空気っていうか、もう体感がすごいという印象が出て、待って待って、なんだ、あ、渡れるか。 OKOK、
やばいやばい、操作が難くて。どうだ、あれ操作が難くて、あ、いけるか。あ、こうやっていくんだ。あ、なるほど、アナログスティックでくるくる回さんといかんかった。お、あー、こういう系の避けといて、あー、やがれちゃった。あなたたちのハートを切ろうとしたんですけどね。東京でも頑張って、うん、絶対手紙書くから、うん。そうだよね、どこに走っていくよ。だって今日でしばらくお別れなんでしょ。あんたのこと絶対追いかけていくからね。そうだよね、だから行こう、行ってかないで。ねえ、これどこまで走ってんの。え、ちょっと怖くなっていた私。あれ、私の足の速度めっちゃ速くない？どこまで行っちゃったの逆に。これ今そこはかとなく、いやもう基本的にそこはかとなくになってるんだね、これね。どこまで行くんでしょうね、これね。めちゃめちゃ空気が読めてる人間を目指してるんですけど、もしかして私あんまり読めてない説あるんですよ。あ、虫もいてー、配信来ました、ドキドキ来ました。はい、ちょっと歯を開けてね、痛かったら手を開けてください。はい、あー、あー、我慢して、あー、そうですか、オッケーオッケーオッケー。ちょっと我慢して、あ、痛いですか。あ、ちょっと痛いです、お冷や汗だらだらさせるんですね。もうちょっとですか。いや、でもやっぱ痛いです。ダメなんですか。いやいや、ちょっと待って、いや、めっちゃ痛いんですけど、すいません。あの、結局、あの、手を上げることに集中して痛みを飛ばそうって言って。あー、ちょうさん。さあ、最後の敵はどこだ。私はここに来た。へーん、ジャンプ。待たせたな。ギルヘイは私、Mロボが守る。よろしく。第28問できました。お、猫との電話がなんか、おーと、ルンボをよけてけ、オッケーオッケー、アクションゲーム、オッケー。あ、逆に分かった、これどうするか。はい、これね、この空気はこう、全然乗れない。オッケーオッケー、乗りたい。乗った瞬間、多分飼い主が写真を撮ってバイーって写真を撮るパターンって言われて、お、これはトイレットペーパー？お、ご用、あ、まずい。あ、むずくない？それむずくない？あ、風で？いや、でも風、いや、あなたの恋の力は取れますか？秒速何メートルですか？あなたは私の恋は成就させません。なぜなら私は伝説の恋ならざるですから。なんと私、ほんと。なんとか読めてるらしい。やっぱそうだよね。簡単な恋見なさいっていうね。ウルトラテクニックね。おー。オッケー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 、これ。おー。あーっと、ウェーイ。オッケー、これでね、オッケー、こういい感じだよ。はい、さらに飛んでいきたい。でもすごく大変。どんだけ飛ぶの。第32問来ました。ダウンロード中、頑張れる、ダウンロード、おっとっとと、頑張れない。さあ、ここで頑張れ、ダウンロード。なに、初めて OK サイン出た、もしかして。生まれて初めて OK サインをもらった気がする、このゲームで。第1回数、はい、続きまして、こちらの仕様をご覧ください。どんな仕様だったんですよね。どこの仕様っていいですか。すみません、社会の窓開いてますよ。社長さん、社会の窓開いてますよ。地上を見る前に社会の窓閉めてください。エチケットですよ、本当に。第34問。さあ、ここで、分かりました。ケチャップですね。こう。
これどうでしょうね。なんとなく M カスタムいきましょうか。はい、これが M ですな。返せーなーなー。って昼食食べよっか。おなかペコちゃんや。お、うさーん。え、あー見てる、え見てる、え、いやガン見してる、見ないでくれ見ちゃダメだ。お前のお前の友達じゃないよあれは。なんと話って言われてて、すごいジャンプしてるね。これスペースインベートみたいになってんじゃん、左のやつ。第三力も、あー何何、うれすい剣心ってこと。はい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 、あ、上すぎね、なるほど、アナログスティックで左すぎ、右すぎ、下すぎ、上すぎってことで、なるほど、ね、今日は彼氏とデートだ。なんだデート。 OKOK、 これ覚えておいてね。あ、彼氏とデート、あーっと、ま、待って待って、うん、ま、どっかによく座るかな。うん、これだ。おー、そうそうそう、いいいいね。あとは、あ、オッケー、スカートね。オッケー、やっぱスカートだよね、こういうのってね。はい、ここ来ました、バッチリ。バッター、どんな格好これ。完全にヤバいやつ言ったけど今。はい、では大事、彼氏とお化け屋敷、お化け屋敷、やだ怖い。うわ怖い、怖い、なんでエイリアン。いやもう体格がおかしいからね、どう見ても。やっぱ全部抱きつくの正解。次はジェットコースターだ、お前彼氏。ジェットコースター、おーって、オーケー、オーケー、はいはいはい、手元信号かなんか。第4問、めっちゃ音漏れちゃってる、音漏れちゃってる、音漏れちゃってる。あ、音聞いていいですよこれめちゃくちゃ音うるそう。今回5問はそこはかとなく読めてるっぽい。基本的になんかあんま読めてない感じがする俺のやつ、気のせいでしょうか。第41問、お会計時間です、ドキドキ。いや、いいよ、いや、いいよ、払うよ払うよ、僕は僕が払うから。あ、いいよ払うよ、大丈夫。じゃあ帰るね。3回出してダメだったらいいでしょう。今回は明日はデートだ、明日は遠足だ、明日は野外ライブだ。おお、みんな結構なんかね、明日の楽しみがある感じ。うわー出た、雲来ちゃってるね、風神さんって、風神さん。ほれ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 。どきなさい、どきなさい。こんな状況だったらもちろんあれだよね。全部どかすよね、当たり前だけど。よし、今日のお昼はコンビニで、え、何？海苔弁と海苔弁、賞味期限、あーね、え？あ、しかも 50% オフのおまけ付き、ありがとうございます、超ラッキーですKY マート来ましたね。あー、おばあさんですか、おばあさんですね。じゃあこっちにしましょうかね、今回は。なんか後ろをね、やっぱりこう立つとなんか忙しいみたい。彼氏に解雇おねえするまで、え、彼氏に解雇おねたり、何おねえするの、おねかーい、なんだこれ、一体何をお願いできたって。今日全然可愛いお願いじゃねえこれ、なんと私に読めてる
基本なんとはなしなんですけど。で、第46問。はい、OK。来ました。おぉ。私の前に、おぉ。ちょっと待って。よし。危なかった。バッチリですね。前から車が来ないことを誘ったこの動き。なかなか気持ちない。というわけで、初心者歓迎キャンプ体験ツアーズ。あれ、なんか、この顔どっか見たことあんな。なんか、まだ火を起こせないのか。泣いちゃってる、暑いから。ちょっと待って。全然火を起こさないんだけど、ちょっと待って。何それ、空気を起こそうとった。え、みんなで空気読み。48枚いったら終わっちゃいました。え、あ、どれだったんだ遭難しました。今俺の心も遭難した。今本当にダメよ。ネタしてもよ、あんた目を覚ませさん、あんた一睡もしちゃダメなんだからね。お客様にお茶出して。お客様お茶、はい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 、お茶ですか。じゃあ、緑茶とあと半分来ました。今回の顧問はほんとやんわりと読めて、ほんとやんわりと、マジこれで第51問。コーヒーちょっと飴して、了解。甘めがいいのね。はい。ワン、アッツー、それでいこうか。オッケー。こんなもんじゃないですか。3個でいいや、十分だろ、角砂糖。どう考えてもね、そんなの。ダイエット中、お前、映えるのを取りに行こう。映えるの。ヘブンだけど、多分、友人は、多分ちょっとケーキ食べたがってる感じがするんで、今回はケーキバイキング行こうと思います。てん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 、ヘブン、手でハートをスケース。お、なんだ、あ、来た。あ、これ得意ですね。リアルでもこれが得意。はい、迎えに行く感じ。 OK。 第55問。カメさん、ノルマだな。ははそんなことないよ。俺とやる気か。いいよ。おぎょう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 。両方とも摩擦。私が1位だ。わかるな。カメよ。ウサギよ。私が1位なんだ。そこは。第56番。え、ポップコーン。はい。あーね、持って行ってるから取っておこうって話。はいはい、おい、間違えて食べちゃった大作戦で言っとく。なんだ、やばい、てかまだまだ出番も終わらないぜ。なんだ、さあ、野菜。第59問。お客さんにお茶せ、3つね、はいはい、3つですね、はいはいはい、あ、全部ね、合わせて、はい、あ、危ない危ない、オッケーオッケー。どうでしょうか。あ、すいません、なんか完全に溢れ返ってやつあるんだけど。え、何これ今、何があったの今。ブランコかなんか一緒のやつ。
本当にあんまり本当に読めてた。いや今のをちょっと読めてるから自分でしなかったな。逆にしなかった今完全に今。ケイス空気読み。おお、みんな空気読み。今回のスコア何？あ、3です。さすがに覚えています。第62問。いや、僕はみちゃんでも、みちゃんことは僕に任して。めこは何これ。人間の上、いつもそれ無茶させがって、今に仕返ししてやる。上だよ。はい、上へ参りまーす。なにこれ、参っちゃダメでしょ。これはパンチ彼氏。はい、あ、ここはか弱い女性アピールだけど、お前には強くなってほしいのでパンチ。わからない彼氏、私が欲しければ私より強くなれ。こういうことでしょう。私は悪くはないけど仕方なく。ほう、言いませんでした。まあ、とりあえず謝ることね。確かに大事。謝っておこう。でもなぜ謝ってるか分かんない。謝られるとそれも困る。第65問。はい。あーね。あーこれね。最後の日をね。最後の瞬間までこうやって見つめるのが、僕、線香花火のいいとこなんですよね。最後の一瞬のきらめきまでを見つめましょう。線香花火が何となしに読めてるっぽい。まあ、ロボットくんも人間に反逆したそうだったもんね、完全に。また遭難しました、マジ。寝るなー。てん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 、リズムよく顔面叩けばよかったこと。今日はリモートワークです。今日リモートワーク、ほうね、リモートワークですか。寝ててもバレへんやろうと思いつつも、やはりここはリモートワーク。多分ズームがあるので向こうにちゃんと行きましょう。第68問。あ、いかん、なんだ、も漏れる、それ緊急事態だ、どうする、もう漏れる。あ、そういうこと。あお、今日は運がついてよかったね。宝使うといいかもしれないよ。私もリアルに鳩の本一回服に垂らされましたね。流す。あ、え、でもサプライズしてあげたいね。へえへえへえ、もういいんじゃないでしょうね。へえへえ。何へえって。第70問。香水。香水ですか。はい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 。あーね、はかとなく匂う感じだ。何その顔、めっちゃ嫌がってんじゃん。ちょっと上にかけたらよくなかったですかね。ほんとにあんまりと匂えてるっぽい。ほんとに。第71問。お前誕生日おめでとう。名前がお前ちょっと面白い。あ、あ、やっと消えました。一発で消えろって話ですねこれね。あ、じゃあケーキが食べたいか。おー、はいはいはい。あ、イチゴ切っちゃった。セイセイ、まあ、何人いるか分かんないですからね。やっぱじゃんけんでやっぱりね、好きなの取るっていうね、喜びをね、みんなでね、提供しましょう。何これ、アイドルで言ったんだけど。はい、どうも VTuber の Z 子さんです。今機材調整してるんでちょっと待っててね。大丈夫、カシ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 。いや、見てないですよ。うん。
てないよね、みんなも見てないよね。うん、バビ肉ってやつだね。うん、男性がね女性になるやつですね、これは。いや、ありますあります、こういうのね。はい、マイボトルを買いました。大容量、いやめっちゃ多そう。どうぞ。ああ、第75本。何、スリーボー、何、トレーニング、脳を鍛えろ、何、最終的に家の中にいる人数を当ててみよう。はい、あ、3人。はい、0。3人。もういて、1。人数を、いえいえ、こ、いや、いや、1。1。0でしょ、まずは。110番、110番、待って待って、110番。いや、こんなことしてる場合じゃねえぞ。ちょっと待って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 。え、完全こんなことしてる場合じゃない。当ててる問題じゃねえ、こんなの。そこは、そうだよな。読めてはいるけど、違うよな、どう考えても、それは。はい、ちょっと、第76問。なんだ？爆発を演習を入れるぞ。爆発を演習？爆発はタイミングが命。一発だけ。ちょっと早すぎたかな、爆発。もうちょっとぐわー、ビビ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 ビーちゃった。お客さんにお茶出して、お茶を出す、お茶ですか。いや多分、いやでもね、まあ例えばこれはね、牛乳とかコーヒー牛乳いきましょうか。あー、いけなかった。今日はクライアントランチ、キャバレー、ファミレス。お、ファミレスじゃないですか、さすがにね、これ。さすがにこの子にね、キャバレーはちょっとまだ早いですよ。なるほどですね、はい。てなわけでよろしく。なるほど。部長さんが了解です。今の何？了解です。スタンプ使っても良かったみたいな、ちょっとね、ちょっと恐れのある顔していこう。なになに、え、これなに、おう、当たってる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 、え、めっちゃ当たってる、めっちゃ当たってる。鼻線みたいになっちゃってる、あれ今本当に、完全に本当やっぱり。何、俺読めてんのこれ。最後の結果めっちゃ見たいんだけど、マジでどうなってんの俺。ああ、そう、私よ。第82問、さあ行きました。今回なんだ、 The End。 あ、まだみんな席に立ってないですからね。出演12がヒロイン、協力。もう帰ってよかったんじゃないか、こんなの。俺いつもエンディング見ないですけどね、そうそうか。来ました。ウェーブ会議の電話。おう、ウェーブ会議。あー、ちょっとね、危ない感じですね。OK。これでいいですか？変なも映っちゃいました、もしかして今。見ないでください。見るの禁止ですよ。おい、電車。出口。あ、失礼いたします。じゃ皆さんお元気でー、ほなさいなら。はい、泣いて喜んでくれた、もしかしてこうやって手をあげたの。お寿司、おう、面白い寿司の付け方を私がやろうとね。はい、これが爆漬け寿司だ。何これ。もう絶対醤油があって食えん、こんなの。本当になんと絶対読めてない。絶対読めてねえよ。第86問来ました。あら、敵足と、どうしたの、悩み事、
私って本当バカで、そんなことないわ。私もバカよ。そんなこと言わないで。女としての魅力がないのかしらね。いや、そんなことないわ。頑張れるわよ。そんなことないわよ。うん。男の星の数いるもの、そうよ。そうよ。いるわよ。私のシャンパン玉、作ってあげるわ。ああ。めちゃくちゃ応援するわ。シャンパンタワーを立てるぐらいの男をね。何こいつ、ちょっと待って、何こいつ、めっちゃ邪魔してくるやん。でこっち多分こっち行くでしょ。はいはいはい。あ、これめっちゃあれだ。わざわざ、じゃあ彼氏にいいし見せてあげる。彼氏さん、あ、行くよ。じゃ横通らせていきまーす。ほなねー。何これ、あのど真ん中手つさぐやめてもらっていいですか。パチンコ新装回転、はい、来ました。パチンコですか、なるほど。花火を打ち上げるぞ。花火、タイミングが命。オッケーオッケーオッケー。今日は楽しかったね。そうだね、楽しかったね。ああのさ、させねえよ、させねえよ、させねえよ、それ何何、え、させねえよ、何、音は聞こえさせないよ。うん、そうだよね、うん、いや、それはさせないけどね、絶対に。いや、させないよ、これお互い聞こえてた、もしかして。いや、させないけどね。え、あ、あれだ、あ、これは足を踏んでねえねえっていうアピールですね、これ間違いなく。なんてうまい、今回の顧問はなんとはなしよ。どうとかよ、絶対読めてない俺。いや、でも読めてんのかな、わかんないな、これ。昔あるところに小規模の木こりがいました。あ、来ました。銀と金さん、あれ日大事な斧を湖に落とすと、そこには女神が現れて、どちらでしたか。銀の、金の、いや、両方違うんだけど、それともこれ、お前、あ、すいません、それです、すいません。あ、私、どうなっちゃいます。あ、それですね。うん。すいません、多分それです。すいません。謝るんで許してもらえますかね。あ、はい、ミミズ、はい。いや、怖っ、ジンベエミミズいたんだけど、これは。いや、小さなおじさん幸せになれそう、これは。なにこれ。左のやつめっちゃ怖いですよ、どう書いても。ホラー映画のタグリワンなの。トレーニングの機械の通過したものは何でしょう。英語で答えてね。英語で、はい、わかりました。アップル、オッケー、アップル。あ、チェリー、オッケー。あお、いいですね、どう考えてもね。うん、ライム、キン、オッケー、オッケー、オッケー。いや、文字が両方と見えない。何これ、もう意味が分かんなかった、今、本当に。何これってあったわ。お、来ましたね、電車。あーね。あ、そうしてくれるんですか。いや、これはあえて、多分座る方がいいでしょうね。これ多分猫かなんか腹にいるパターンですよね、もしかしてこれ。あ、子供だったわ。お前、見に行ってくれてるからチラッと目をしてあげるね。そこ博士なく言われてる。そう、いや、絶対女神に処刑されてるけど、これどう考えても。さあ、いきますか、第96問。はい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 、オッケー、はいはいはい、
はい。はい。はい。はい、もう一回。戻していく。もう一回。もう一回。みんなで、持ち上げて。いくよってやつね。はーい。はーい。なにこれ？どういうこと？こういうなんかあんの？あれは応援が。お？やばい！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 寝てる！寝てるのに！まずいぞ！寝てるか？ごめん！これは出れないよね。そうだよね。寝てる赤ちゃんがいるんだから、ここはハトポッポできないよ、これ。すごい出たいけど、ここはさすがにできない。寝ている赤ん坊を目を覚ませいかないですかね。ここはシークレットにしましょう。ん？インボケ写真。あ、めっちゃ手映ってる、これ今。あ！ダンサー向こう見てたわ。やっちゃった。第99問！お前。あ、写真ね。みんなで空気を見せた3作品。早いわね。もう3歳よ。もう3だもんね、確かに。1もこれだったな。私がお母さんできる時間なんてあっという間に過ぎちゃうのかもね。確かにそうかもしれん。お母さんできる時間確か短いかもな。いろいろね、夢を見たのよ。どの夢？この子が同い年くらいの女の子と手をつないでデートしてるの。ロボット映画か恋愛映画かどっちを見るか悩んでて。あれ、あのバニーのやつ、彼女に引っ張られて結局恋愛映画を見る羽目になってるの。優柔不断なとこあなたにそっくりで笑って落ちちゃった。え、私の方に出るって、そうかな。その子もいつか空気を読む日が来るのかな。来るよ、きっと。けれど今空気読みって言葉が悪口としても使われるじゃない。確かに空気読めって言われるもんね。みんなと違えば空気を読め、頼みを受けなきゃ空気が読めない。それは空気を読むってのは大事なことよ。でも自分の言うことを聞かせるために空気を読ませるって、それはまた違うと思うのよ、私は。でもそれって人が強要されて仕方なくじゃないと思うの。いや、ほんとそう、それは。間違いないと思います、それに関してはね。大切は、そう、思いやりね。そう、空気を読みたくなる。思いやりにできるかどうかだよね。周りに流されなく、周りの人を思いやって空気が読める。そう、それ。自分が良ければそれでいいわけじゃないから。信頼ある優しい通行に座ってほしいな。わかるー、わかるー。思いやりを持って読んだ空気は、さあ、どうだったんでしょうか、今回の空気は。いつかあなたが幸せをつかむとき、あなたの背中を押してくれるはずだから、幸せになりなさい。エイメン。なれるわ、あなたなら。何、ちょっと今回の結果発表めっちゃ気になるんですけど、今回どうなってるの。今回は私の自慢の息子ですもの。さあ、どうなる。第100問、何々、100問あんの。はい、分かった。こうですか、こういうことですね。あ、よくできました。空気を読めたってことか。なるほどね、そういうことか。途中経過、途中経過。今回の顧問はなんと話に読めてるっぽい。途中経過これ。多少は空気が読めるが、デリカシーにかける近所。え、すっごいあれなんだけど、嫌な結果なんだけど。待って待って待って。いや、すごい、なんか、え、なにこれ、え、なに、詳細、え、詳細見たい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 。え、詳細なに。あー、で、こういうの見れるんだ。女子力40、専門性43と、はい。社会人版、エシートの一般常識の力、これを知ることは空気読める人の第一歩と、はい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 、はい。
一般女子のピンポイントのチッションチから、チッションの引き出しの大沢空気を頼むべきと、はぁはぁはぁ、NDG、はい。方向感覚するさ、他人とのちょうどいい距離感覚を、正しい人の空気の道から、集団力、集団の中で自分に求める役割と、取るべき行動を理解力、チーム役に通ずる協調性。相手の境遇や気持ちを察した行動を取れるかどうか、優しさ。一歩引いて相手を立ったり、他人がやりたがらない役割を積んで担うことで、場の空気を良くする気配りになるほど。一見、脈絡の上、長さ上げな物事から断片的なヒントを読み取り、関連づけで見出すけど、何それ、そうなった、即座の判断を求める指定層の対応力、状況理解と反応の速さ、ほう。リズム感、文字通りのリズム感覚の鋭さ、規則性を理解し、流れを止めないテンポの差はあらゆる状況で空気を読むさせたらと、はい。間の要所し、一連の流れの中で行動を起こす、ベストなタイミングを理解してるかどうか、惜しい惜しいか、以上で苦手になって、やばいって。はい、やってるわけで今回はね、空気力、平均値に、届きませんでしたということでね、はい、いや、いつかはね、ちゃんと空気をね、もっと読める人間になっていこうと思うんで、またよかったら見てください。それでは皆さん、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。ね、いつかは空気を読める大きな大きな男になろうと思います。それでは皆さん、またよかったください。またね、バイバイ、せーよー。